スペシャリストとは、ある特定分野の専門、特殊技能を持つ専門家。岡山の隠れた名人を発掘する晴れ町スペシャリスト。今回紹介するのはブレイクダンス描画スペシャリスト。心の奥の方に眠っているものだったりとか、持ってる情熱とかを本当なんかこう素直に爆発できて表現できるのが、表現パフォーマンスのいいところかなと思ってます。倉敷市を拠点にブレイクダンスと絵を描く描画を組み合わせたパフォーマンスでの創作活動を行っている川口彩人さん。中学3年の頃からブレイクダンスを始め、2017年には日本での予選を勝ち抜き、ブレイクダンスの世界大会に出場した経歴を持つ。まずは川口さんのダンサーとしての腕前を披露してもらった。パワームーブという体を大きく動かすアクロバティックな動きから細かい足技のフットワークまで、筋力や体幹の強さが求められるのがブレイクダンスの特徴だ。ダンス最初こう駅前で今先輩の人たちにこう教えてもらって、そこからどんどんこうのめり込んでいって、で気づけばもう13年も続けてるというか。次に描画。川口さんが画家として活動をスタートさせたのが去年の1月。あるアーティストのライブペイントパフォーマンスに影響を受けて絵を描き始めた。この作品は言葉にできないことを色にのせ、絵の具を叩くように投げて描いたもの。全身全霊で表現したことから全という作品名になった。単純に絵の具を投げ続けてできた作品で、9時間ずっと投げ続けたんですけど、本当になんか、次の日動けなくて、本当になんか深夜から始めて終わったのが朝みたいな感じで、全身全霊というかすごいシンプルというか、なんていうかなんですけど。これは表裏という作品。全ての物事には表と裏、光と影があり、自分が捉えているものとは違った側面もあるという意味が込められている。絵描いてる時に絶対その完成図が全然見えないんですよ、俺は。でそれがなんかどこにどうなっていくのかなとか、どういう色をなんかこう直感で選んで使っていくのかなっていう、なんかその出来上がりが全然その自分が予想できない風な絵になっていくので、やっぱそれが面白いですね。そしてこれがブレイクダンスと描画を組み合わせた作品、可能性。倉敷の特産品であるデニム生地をキャンバスに色とりどりのアクリル絵の具を使って描かれている。音楽に合わせてブレイクダンスを踊りながら絵の具を手に取り描いていくスタイルなため、川口さん曰く、その時その時の感情が作品に反映されるという。では実際にどのようにして作品が生まれるのか、パフォーマンスを見てみよう。縦横3メートルのデニム生地の端に絵の具のチューブを配置する。使用する色は10色以上だ。ストレッチを済ませると、まずは精神統一から始まる。気持ちが整ったらスタートだ。パフォーマンスの曲は川口さんが選んでいて、特にメッセージ性の強い曲を選ぶことが多いという。音や歌詞を自分の中に取り込んで、その思いを作品に反映させるのだ。この日は
スーパービーバーというロックバンドの曲を2曲選んだ。目に留まった絵の具をランダムに手に取り、生地にかけたり叩きつけたりしてキャンバスに描いていく。そして曲の抑揚に合わせてブレイクダンス。その時の感情や選んだ色、踊りによって絵は表情を変えていく。これを繰り返して作品を仕上げていくのだ。曲調が変わればそれに合わせてダンスの表現も変わっていく。曲が流れている間は休むことなく動き続けるため、体力も必要なパフォーマンスだ。始まってからおよそ10分、ようやく作品が完成した。白いキャンバスに次々と色が加えられていき、ブレイクダンスによって色が混じったりかすれたりして深みを増していく。その時の感情を体で表現していくことで絵の説得力や奥深さを生み出す。それがブレイクダンスと描画パフォーマンスの最大の魅力なのだ。川口さんはメッセージとして、不確定な世の中で自分を信じる大切さをこの作品に込めたという。言葉にできないことを表現できるのもアートのいいところなので、なんかその時の感情だったりとか、あの感じてたこととかをその一瞬一瞬を通してこう体と絵の具を使って、表現していくっていう感じですかね。本当になんかこうコロナとかで、ね、いろいろなことが起きて、本当になんかこう不確定な世の中の中でこう本当に皆さん、まあ、僕もそうなんですけど生きてるんで、そこでこう何を信じたらいいかっていうのはなんかやっぱり本当にこう自分自身だと思うんですね。やっぱやりたいことがあるならやってほしいし、言いたいことがあるなら言ってほしいし、うん、自分の人生を本当に諦めないでほしいですね。そういう、まあ、意味を込めて作品を作りました。現在創作活動に加えライブパフォーマンスをするイベントも行っている川口さん。今後は世界に目を向けてブレイクダンスと描画を通して表現した作品を発信していく予定だ。このパフォーマンスとか、俺が描いた絵とかを一人でも多くの人に見てもらいたいし、そういう場を設けていただきたいっていう気持ちもあるし、世界に出て行って、活躍するって決めてるんで、応援してくれたらすごい嬉しいです。